病室で念仏を唱えないでください。初回 11.3%、 この前の第2話も 10.3% と、なんとか2桁視聴率をキープ。なかなかの好スタートを切ったと言えそうなんだけど、ウェブサイトデイリースポーツオンライン1月27日付の記事によると、東出昌大と川田絵里香の不倫騒動で俳優伊藤英明がダブルの悲劇に見舞われている。伊藤が主演を務める TBS ドラマ病室で念仏を唱えないでくださいは17日にスタートしたばかり。唐田は医師や看護師の仕事をサポートする病棟クラーク役で出演していたが、報道を受けて所属事務所が出演自粛を発表。収録済みの部分に関しては登場シーンをカットし編集して放送することが発表されている。伊藤は NHK の大河ドラマ麒麟が来るにも斉藤道さんの長男高政、後の義達役で出演中。こちらは道さんの娘で妹にあたる機長、後の濃姫役の沢尻絵里香被告が昨年11月16日に麻薬取締法違反容疑で逮捕され、代役に川口春奈を立て取り直しを余儀なくされるなど現場は大混乱した。思わぬアクシデントでダブルの悲劇に見舞われた伊藤だが、病室で念仏を唱えないでくださいでは、医師として命をどう救うのか、僧として死をどう見取るのか、悩みながらも明るく真面目に、時に美人に気を取られながらも奮闘する姿が好感を得ている。ふん。で、ところでそんな伊藤英明に関して、ウェブサイトリアルサウンド映画部1月24日付では、伊藤英明が演じる主人公松本松園が僧侶であり救命救急医の僧医という立場で患者の命と向き合うということで、今までに見たことのない骨太な医療ドラマになりそうな病室で念仏を唱えないでください。伊藤はこれまで代表作海猿シリーズはもちろんのこと、残忍な殺人鬼を演じた映画悪の経典まで命に関わる作品に多く携わってきた。そんな彼が生と死に真正面から向き合う本作をどう捉えているのか、44歳俳優として円熟期を迎えた今ならではの思いを率直に語ってもらった。一般的な医療ドラマよりもこの作品はたくさんの方が亡くなるので、医者として僧侶としてどう命を全うさせて残された人に対して何を残すかというのをすごく考えるので、自分にとって本当に意味があるなと思っています。実は僕の親戚筋にも高僧で昔医者だった方がいて、やっぱり達観されているんですよね。人はみんな死ぬけれど輪廻転生でまた会えるみたいな、最初はちょっとなんて思っていましたけど、それも雑念で、よくよく考えてみると一番の恐怖って大切な人との死に別れや生き別れだったりするんです。そう思うと、そうやってまた会えると言葉にしてもらえると救われる部分があるというか、だからこのドラマを見てくれた人がそういう言葉で楽になってもらえたらいいなと思っています。本当にセリフにも言霊みたいな力があるはずなので、僕はこういう役をもらいながら自分自身が救われているなと思いますね。今回もそうですけど、常にありがたいなと思います。まずこうやって僕を主役にしてくれたこととか、僕も人の評価とか人のために生きていることがありましたが、作品を通じて今はなるべく自分は自分、人は人と心をすり減らさずに生きていこうと思うようにしています。僕は5歳から小学校6年生ぐらいまで入退院を繰り返していたんですが、その時は親が毎日泣いていて自分も怖かったですけど、少しでも心配かけないようにと思っていました。辛い状況にいる時ってしょうがないってなかなか思えないんですよね。でもやっぱりしょうがないことで、だから嫌なこと苦しいことだけど、今起こっていることにきっと全部意味があるんだって少しずつ考えを変えられることが救いになるはずなので、だから大変なこともあるけど、なるべくいい言葉を使って感謝を先に考える脳の使い方を心がけています。使った言葉も態度も因果応報で返ってくると思うしね。人間って煩悩の塊だから難しいですよね。無理に蓋をしようとするとどこかで出ちゃうと思うし、
みんな我慢が多いし、日々のストレスを他人にぶつけてしまう時もあると思うけど、少しでも考え方とかを見直せる時間になったら嬉しいですよね。なるほどね。うん。ということで、とにもかくにも病室で念仏を唱えないでください。これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。